全国の皆さん、こんにちは。毎日、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。今日はですね、皆さんご存知のように、衆議院議員選挙が、終わりました。400数十名のですね、また新しい議員が再出発ということで、当然落選した議員さん、初陣を飾った議員さん、引きこもごもだったのではないかというふうに思っています。さて、ここは奄美大島なので、鹿児島2区に関する総括を私なりにしたいと思います。さて、落選しました金子さんなんですけれども、私を含めまして、この4年間金子さんが一体何をしたのというのが一つ、それからやはりこれがね、一番最大の落選の原因ではないかというふうに思っています。で、今度は逆にその三田園さんの場合には、ご存知のようにもともとテレビ朝日で顔を打っていましたので、今回のような選挙があった時にはやはり記者クラブかなんかにいたんですかね、国会の。それでもしょっちゅう顔を見ることがありましたので、当然知名度があるということが一つ、顔が売れているということが一つ、それから二つ目に、なんといってもつい最近、去年までその鹿児島県知事を4年間一期されたということで、で彼は落選してから、ずっと辻立ちをしてですね、あちこちでこう手を振ってですね、この奄美市でもそうだったんですけれども、そういう落選してからですね、どぼ板選挙をやり続けてきたという経緯があります。ということで、今回はもう当落はもう最初から分かっていたんじゃないかなというぐらい、金子さん自体がやはり4年間地元に何もしていなかったということが、やはり票数として現れてきたのではないかというふうに思っています。私のインテリジェンスでは、だいたい投票日の1週間前ぐらいに三田園さんが当選というふうな形で耳に入ってきました。個人的にはいいことだというふうに思っています。で、やはり選挙ですので、特に1対1の選挙の場合には、基本的には五分五分から考えていくわけなんですけれども、例えばその一番分かりやすいのは、その両候補が嫌いだとか、いわゆる好き嫌いの感情で決めるということと、それからその組織力ですよね。で、金子さんはもう各いろんな組織力、ところが三田園さんは組織力があるようでないようで、あるようでないようでっていうような形で、はっきりしているところと、当然はっきりしないところと、金子さんに行くところと、それからその中でも個人的に三田園さんに行く人と、いろんな形で票というのはありますので、なかなかこの辺りがですね、かき集めて当選というふうにはなかなかいかないというふうに思っています。村会議員から衆参議員まで、いわゆる議員さんがいるわけなんですけれども、やはりですね、その地元に私はこれをしましたというものがですね、なかなか見えない限り、なかなか有権者というのはやはりこう書かないと思いますね。やはり建物を建てたからって言ったってですね、もう本当に無駄な建物ばっかり建ててきた歴史がありますので、やはりそういった面でもですね、やはり選挙というのは難しいというふうに思っています。特に今回の金子さんの落選に関しましては、落胆する人もいると思いますけれども、大体ですね、何にも動いてない人たちからすると、議員として動いていないわけですから、有権者はやはり常に見ていますよね。ですから今月奄美市議会議員選挙の補欠選挙と、それから市長選挙があるわけなんですけれども、やはりその常に見てますよ。冷静に、悪く言えば冷たく見てますよ。やはりその冷たい中に、いかにその温かいものをこう投げ入れてですね、自分のところにこう票を持っていくであるとか、組織的なものであるとか、そういったものをことをやっぱりやっていかないと、それはもう簡単にその当選なんていうのはですね、もうありえないというふうに、思っています。
はい、ということで、まあ皆さんの中にもそのこの人当選したらいいのに、あいつ落選すればいいのにと、まあ、いろんなこともあったかというふうには思っていますが、実はまあ、南海日日新聞にも1日と2日にわたって連続して掲載されていましたけれども、自民党の甘利幹事長が落選したわけなんですね。それもご存知かと思います。で、神奈川13区だと思いますけれども、神奈川13区ですね、一体誰が甘利さんを落選させたかというと、沖永良部島の知名町の出身の太秀志さん44歳が立憲民主党なんですけれども、初当選をしたということで、これぐらいの大きさでデカデカと、掲載をされています。はい、で、知名町の歴史ではですね、1940年代に、衆議院議員で、これ宗前清さんと読むんですかね、まあ個人ですけれども、2人目の国会議員としてなった、ましてや自民党の甘利幹事長を破ったという、まあ、落選させたということでですね、また違った意味のバッジが胸についたのではないかというふうに思いますが、やはりその太さんにしろ、鹿児島2区の三田園さんにしろ、やはり選挙はいつの時代もドブ板選挙ではないかというふうに思います。確かに SNS でですね、やるということも絶対大事だというふうには時代的に思いますけれども、やはりそのみんながみんなSNS やってるわけではありませんので、やはりここはですね、チラシであったりとか辻立ちをするであるとか演説会をするであるとか、やはりそのフェイストゥフェイスって言いますか、やっぱりその自分のこう顔を持っていってですね、体も持っていってですね、私はこうですよ、ああですよという形でですね、選挙を戦うというのが普通ではないかというふうに思っています。これからですね、新しい時代を迎えるにあたりまして、各政党の政治家がどういう政治をやってですね、いい暮らしをさせていただけるのか分かりませんが、やはりここは有権者がですね、誰が当選しても一緒だとか、それからただ単に好きとか嫌いとかだけではなくてですね、その議員さんが何をしているのか、どういう仕事をしてきているのかということをやっぱり注視するべきではないかと思います。で、ここでもっと注意しなければいけないのは、やはりその NHK をはじめ、マスゴミがですね、やはりそのもう平然と間違ったことを、やはりその放送を使ってですねやるという、私に言わせればこれも犯罪じゃないかというふうに思っているぐらいなわけですね。日本は借金だ借金だっつってですね、だったらですね、 NHK が、特に NHK などはですね、それはどういうことなんだと、じゃあそれは借金なら借金でということだったらいいとしてもですね、やらないとかですね、やはりそのあたりでですね、いかにマスコミがですねむちゃくちゃかということだと私は思っています。ということで、我々日本人っていうか、やはり有権者もですね、有権者がもっともっとですね、政治に興味を持ってではなくて、やはり政治の上に乗っかった生き方をしているわけですので、これからもですね、もっともっともっとですね、村会議員選挙から首長選挙、そして、もう衆議院議員終わりましたけど、来年の参議院議員選挙に向けてですね、もう走り始めていますので、絶対に諦めることなくですね、誰が当選しても一緒とかですね、誰に当選していいのかわからないとか、どの党がいいのかわからないではなくて、周りに聞いてみるとか、自分で考えるとか、ぜひそれをやっていただきたいというふうに思うのが一つと、でもう一つは、どっかの選挙をやっている候補者
の事務所で働けるなら働ける働くことができるのならボランティアでもやっていただきたいというふうに思います。どのようにお金がかかるのか、労力がかかるのか、法律は何なのか、どういう動きをすればいいのかということも改めて皆さんも勉強していただきたいというふうに思っています。諦めたら悪いやつらの餌食になります。奴隷にしかなりません。いつの時代も表向きの奴隷と裏の奴隷がいますけれども、我々は裏の奴隷でございますので、やはり、そういうふうに奴隷にならないようにですね、やはりその自分で勉強していってですね、まあ中には立候補する方もいらっしゃいますし、私のように経済的にこうだと思って、突っ込んでる人たちもいます。やはり、みんながみんな政治家になるわけではありませんけれども、改めてみんながみんな政治家になって立候補するぐらいの考え方を持ってですね、今の世の中というものを、あるいはその皆さんの地域を改めて、見ていただくということが基本ではないかというふうに思います。絶対に諦めない有権者になるために、皆さんもぜひ勉強をしていただきたいと思いますし、また当然私も勉強しながらですね、こういう方向、ああいう方向ということで、いろんな形で YouTube 動画に、まとめてアップロードしているわけでございます。さて、最後になりましたが、毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもいろんな動画を上げていきます。そうすることによって、当然全員にですね、私の言いたいことが分かるわけでもありませんし、例えば基本的にはほとんどの YouTuber は、例えば政治なら政治、経済なら経済、車なら車、飛行機なら飛行機、あるいはファッションならファッションという形で、アップしていますが、私の場合はこれっていうのがなかなかないもんですから、その時々によってちょっと違うので、まあ、当然登録をキャンセルされたりとかしますけれども、それに屈せずにですね、いろんな動画を、積極的にアップしていきたいというふうに、思っています。ということで、いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もう13分になろうとしております。次回の動画まで皆様ごきげんよう。さようなら。毎日ありがとうございました。